さん、おはようございます。今日はインド2日目です。インドの高級ホテルに私が2泊泊まってて、今はその朝食のお時間です。辺り見渡す限りめっちゃ綺麗わけなわけで、2日目が始まります。今日はパン、マフィン、ドーナツでシリアル、ウィンナー、ゆで卵、マンゴー、チーズ。お、すごい、トマトと何やろこれ。チーズクロケット、クリケットや、ちゃう、クリケットはコオロギやん。ポテトで、あれやな、あれ、チヂミ、チヂミ。これも美味しそう。トマトベースのやつやな。で、これもなんかふわふわの蒸しパンみたいな感じ。で、パン、うん、すごい。で、コーヒーマシンの誰かが出てきたマシンの、すごい。で、インドの朝はクリーンカード、オレンジスムージー、スイートラッキー、ストロベリースムージー、毎日食べるといいのかな。トマト、キノコ、なんかあれちゃう？ネギ、ネギ、ネギ。すごい卵、うん、食べます。友達の盛り付けはめっちゃ美味しそう一方でラッシーとオレンジです。ラッシーどんな味やろ、うん、美味しい、めっちゃ甘い。ヨーグルトにめっちゃ砂糖入れた味。オレンジジュース、ちょっとオレンジにします。なんか日本とまた違う味、なんかオレンジの、そう、味するけど全部ジュース甘い、めっちゃ甘い、砂糖入ってる。じゃあシリアル、トマト、最高やな。ウインナーはカリッとはなりませんね。なんかウインナーもインドっぽい味するこれなんやろ、チーズクロケット、クリケットじゃないもんな。クロケットってなんやろ。うん、あれやん、ミートフライ、チーズミートフライ、うん、でやっぱちょっとインドっぽい味するな。なんかさ、どことなく全部さ、なんか香辛料っぽい味入ってるような。トマトカレーかな、結構辛い。後からモワってくる。次この手裏剣みたいな。おお、マーマレード。クッキーっぽいでデニッシュみたいな。デニッシュよりスコーンとデニッシュが混ざった感じ。あ、ケンタッキーのマーマレード。あ、うんうんうん。
しっとり。おいしいこれ。関西っぽくない、関西の味がする。ネギ入ってるからかな。これ全然大阪で売ってそう。一瞬で日本を感じた。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録。